これから始まるってことはもう皆さんご存知ですよね。はい、どうぞ、こんにちは、こんばんは、くです。よろしくお願いしまちーん。はい、ということで本日も皆様待ちに待ったアークデスチャンネルの大人気企画、今日で10ヶ月飲み切って明日から11ヶ月になるんでね、こちら10ヶ月最後の一粒早速飲んでいこう。あ、うわ、生えてきてるわ。もう生えてきてるやろ。これ最後でね、まあ明日からね新しいのさっきねもらってきたんですけども、でね、そのもらってきた帰りにね、1000円カット企画、チャンネル登録者1000人企画で、あの1000円カット企画やったね、あののぼるさんとこね、髪切ってもらいまして、もう今日切りたてのね僕の髪の毛紹介していこうか。その前にね、朝ねインフルエンザワクチン、これ予防接種で打ったんすけど、なんかすーげー今日体だる。あ、ごめんな、急に話腰折ってしまった、すいません。早速見していきますよ。3、2、1。もうこれ髪の毛ね、僕今切りたての、もう切りたてのほやほや、切ってまだこれ1時間経ってないぐらい本当にほやほやです。どうですか、どうです、ちょっと低頂部がねちょっとあれなんですけど、いやー、いい具合に切ってくれてますね。うん、まあまあ10ヶ月でこんなもんですよ。やっぱりね、どう、いやでもね、なんか頭頂部ってここのことやん、なんかこの辺が薄い気がすんのよ、この辺、このパンダのとこ、このパンダちゃんのところ、このパンダちゃんのところが薄い気がするな。無理やりテンション上げな、ちょっと本当に注射打ったらなんかめっちゃ体調悪くなってきたわ。わあ、この辺をちょっとずつ履いてきてると思うんですけどね、こっちよ、こっち、こっち、ここのなんかあの、まあ、ちょっとなんか薄い気がしません？そうでもないですかね。いやー、どう？でもね、この角度やったらね、結構ね、あるように見えてしまうよね。これがね、ちゃんとこうやったらどうです？えい、つるっぱげやないか、お前、つるっぱげやないか、おい、どうですか、結構生えてきてるんじゃないんですかね。はい、帽子かぶります。まあそんな感じで10ヶ月ね、まあ今日で飲み切って明日から11ヶ月目に入っていく感じですね。うん、どうかな、言うてもあと2ヶ月よ、あと2ヶ月で1年間飲んでることになるからね、もうこれはもう皆さんね、もう総集編が楽しみですね。で、しかもね、もう途中からね、もうそののぼるさんとこ行ってからもう髪型もいつも同じようにしてもらってるからさ、まあもう間違いない。で、まあね、そのフィナステリド飲んでるとね、副作用とかは特に僕はないですね。性欲減退とか先生にねよく言われたんですけど、大丈夫です。はい、多分ね、ちょっとね、薬にね抵抗ある人もいるかもしれへんからね、それだけはちょっと言っとこうかな。まあね、たかだか皆さん普通のハゲでしょ、僕なんてもう若ハゲ、若ハゲ、もう中学から発覚したこの若ハゲがよ、僕が治ればもう世界共通認識やと思っていただいていいんちゃいますか、知らんけどね、何言ってんねやろね。ということでね、そんな感じでのテンションでね終えたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしねこの動画面白かったら、ぜひチャンネル登録、グッドボタン本当にお願いします。言うて、うん、イエス、アークでした。来てるしね、なんかね、なんかインフルエンザの注射打ってからね、足が重たい。